はい、皆さん、こんにちは。ということでね、まあ、急遽今動画撮ってるんですけど <coughs>、まあ、僕がこの動画でね、言いたいこと、もう、まあ、アンチコメントするやつだったりとか、こう、誹謗中傷ね、するやつだったりとか、まあ、僕のチャンネルにも結構いるわけですよ。で、まあ、今朝、ああいう、まあ、皆さんも知ってるかなああいうね、こう、 事件があって、まあ、あれがきっかけかどうかは分からないけどなんかもうそれでこれで売名とか言われるかもしれないしそう言ってくるアンチもいるかもしれないんですけど俺はなんかぜひこの機会にねこういう動画を通して皆さんにちょっと伝えたいなと思ってでも今朝ねこうテラスハウス今まあ僕めちゃくちゃテラスハウスにはまっててこうめちゃくちゃ見てたんですよテラスハウスを今もずっと楽しみにして見ててもうなんかもうすごい心を打たれたというか。 なんか確かにねあの人と俺は関係もないし関わりもないけど一視聴者としてもだしこう人間としてね同じ一般人としてすごいショックだったというか悲しい気持ちになって、はい、それで,でやっぱりこの何て言うんだろう、まあ、多分まだね調査中でわからないんですけどもまあこの誹謗中傷だったりとか。 アン,チアンチだったりとかそういうのが原因なのかなっていう感じで多分みんなわ、まあ、かってるのかな <laughs> まあ僕もそう思ったんですけどでねもうそれをも,もうこういう事件って結構たくさんあるじゃないですかで僕も今までそう,いうそういうの経験してきてこうまだ言うかと思ってこの木にねこうなんでそ,んそこまで他人をさこうね自分が悲願でんでるのかわからないけどさ 他人をそこまでさ、避難する自分ってそんな偉いのかと思ってで。例えばね、僕のチャンネルでもアンチだったりとかいるわけですよ。で、例えば、こう、ワンワン僕としてくれて、動画になって、動画に出てくれた、ワンワンしてくれたっていう方に対して、こう、こいつは下手だとか、こいつはなんか良くねえみたいな、そう,なんかそういうのも結構あるし、俺はね、結構ちゃんとこう、そういうコメントは消すようにしてるんだけど、だって俺からしたらもう出てもらってるからさ、 あの、もうその時点でさ、もうありがたいことなのよ。それでさ、出てもないしさ、出る自信もない奴らがさ、こう出て、もう自分がね、例えば、いくら下手でもいいよ。下手でもさ、出てくれた時点でもうそいつはさ、勇気があるんだよ、その時点で。で、自分は俺の動画に出て、こうバスケットについて盛り上げてくれてるんだよ、その人。なのに、そいつに対して、こう、そいつは上手くないだとかさ、 なんかそういうのはちょっと違うから本当にうんこの気を持って俺は言いたかったで別に俺をこうねディスって「こいつ右しかねえ」だったりとか「もう全然かっこよくない」とか「なんかこいつはなんか友也に負けるとか,かめちゃくちゃ言われるけど別に俺に対してのアンチとかもどうでもいいから別に俺は気にしないしなんかもうその SNS で動画を出すっていう上でこう責任があるからさ 責任というか、もうそれは承知の上でやんないといけないから、俺はしかもそういうの全然気にしないからさ、いいんだけど、こう出てくれてる人に対してのアンチだったりとか、もうそれこそ芸能人もそうだと思うんだけど、あの人たちにさ、こう一般人のさ、こう人がさ、アンチをすることによってさ、何が変わるのって話なのよ。本当に。だし、こう芸能人だから、つってバーって言うけど、その人も同じ人間だから。うん。こうね、 実際にアンチしてる方とかはさ、アンチされたことないから多分分からないと思うんだよ、本当に。こうね、何人ものさ、人がさ、自分に対してさ、そういう自分のコンプレックスだったりとか、自分の一つのミスに対してバーって一気に言ってきてさ、そう、その時の自分の追い込まれた気持ちっていうのを、多分、こう、アンチしてる側は絶対分からないと思う。だからこそ言えるんだと思う、本当に。こういう立場になった時に初めて、 いや、と愚かかなな人たちちちだなとか思うよ、めゃゃくちゃで、もう別にこの動画を見てこう、またアンチが湧いたいとかも全然いいんだけどもう別にそんな気にしないんだけど俺はもうそういうアンチをマジ許せない本当にそれで人の命が簡単に奪えちゃうからね本当に完全にそれでさ例えばさ俺の動画に出演してくれたさ回してくれたバスケットボールプレイヤーがさこのさアンチコメントでさ 自分自信をなくしてさバスケやめちゃったらさその人の人生狂わせるんだよ君たちはって思うが俺はねまあそんなにアンチがいい多分俺の動画とか結構少ない方かもしれないけどその少ない数でもやっぱり傷つく人は傷つくしみんな同じ人間ってことをねなんかちゃんと理解してほしい別に俺に対してのアンチはもう全然何でもしてくれもう俺に対してアンチしろよじゃあ逆にと思うこのワンオンマンをね通じてその相手に言うぐらいだったら それで自分のストレスが解消になるんだったら全然もう俺に言ってくれって感じだしもうそれでそれでもまだアンチをするんだったらもう見ないでほしいって思うこういうさ例えばこの寺ラサウの件もそうだけど命を落としてからさこのこいつがアンチしてたとか特定されてさそいつもめっちゃ炎上しちゃったりとかさするとさこう もう自己責任だからそんなの自分が今までやってきたことがこういう結果を招いちゃったってことなんだからさその辺理解してほしいと思います僕ははい本んにねなんか人の命って尊いからねなんかもう真面目だけど真面目になっちゃうけどもう本当にこう相手をディスれるぐらいの人ってじゃあその人はそんなに何 そいつよりも立場が上なのかってそいつよりなんかこうたけたものを持ってたりとかそんなに自信があるのか,かそんなに偉いのかってめっちゃ思うねどの立場で言ってんだろうってめっちゃ思うアンチをする人はね <laughs> 確かにさそのバスケで考えたらさこいつよりも絶対自分のがうまいだからこういう下手なやつをディスろう っていう考えになるバスケットボール,ボールプレイヤーはもう絶対上手くなんないし今後、うん、そういうプレイヤーにはもう出ても欲しくないしそうこれは俺のチャンネルだけの問題じゃなくて別にさ誰かがミスを犯したりさね誰かが炎上するようなことがあったとしてもさまあ確かにその人のミスでその人の責任なんだけどさこいつうぜえなとこいつきめえなと思ってもさ ほっとけばいいじゃんだってもう別にそう思った時点でさもう終わりでよくないなんでそれをさ SNS に書くのって話わざわざコメント欄でその動画探してそのコメント欄でこいつ下手だなんて書くのって話じゃあもう別に書くのは別にさ何それを見せたいのみんなにと思う自分の日記に書けよって思うはいそんな感じでね、まあ、今回ちょっと真面目に語っちゃったんですけど結構マジでショックだったし俺はすごい応援してたからえ次のテラサウスもめっちゃ楽しみだったし だし、これは、あれだけの、あのね、テラスハウスの話だけじゃなくて、まあ、自分もやってる、こう、YouTube のね、チャンネルだったりとか、動画に対してのコメントも同じだと思う。それで死を招く可能性もあるわけだから、ね、それで死だけじゃなくて、バスケをやめちゃったりだとか、そういう、ね、その子の将来についてもね、潰しちゃうかもしれないんだよ、本当に。 だからもう本当に一回こう書こうと思った時にみんな考えてほしい本当に相手の気持ちを自分がこう書かれたらどういう気分になるのかっていうのをめちゃくちゃちゃんと考えてからそういう文を打ってほしいですはいでねもう僕のチャンネルはしっかりとこうみんなでこの人のプレーをたたえるそういうプレーをたたえて盛り上げていきたいなと俺は思うんでその悪いとこを探すんじゃなくてその人のいいとこを探してコメントしてほしいかなうん 別に俺に対してのアンチはもう全然受け付けるしどんどんもうしてくれって感じだからさいいんだけど、うん、もっとこう楽しい、うん、幸せな気持ちになる嫌な気持ちにならないコメントとかをどんどん増えたらいいと思います僕ははいという感じでねまあ今回の騒動があり今後そういうことがもう起こらないように皆さんでしっかりと考えてはいこう よりね楽しい YouTube の動画だったりとかこの世の中を、ね、幸せな気持ちでこう一緒に楽しめるような世の中になればいいかなって思いますはいちょっと語彙力ないからあんまり伝わってるかどうかわかんないんだけどうん皆さんもちょっとしっかり一回考えてコメントする時は一回考えて相手のことを考えてもし自分がこういう立場だったらどういう気持ちになるかっていうのを考えてやっぱり 繋がってきてきしいいいかなと思いますはい、簡単な動画なんですけども、うん、簡単に命は奪いちゃうんだよってあなたの一言でなんでね、まあ、これからもチャンネルの応援の方よろしくお願いしますし